全日本労働組合会議は、かつて存在した日本の労働組合のナショナルセンター。略称は全労会議。1950年に GHQ の主導の元日本労働組合総評議会が結成され、日本の労働組合の多数派を単一組織に結集させたが、翌1951年に総評と密接な関係にあった日本社会党が平和4原則を打ち出すと、この取り扱いや国際自由労連への一括加入をめぐって、総評内部の左右両派の対立が表面化。1952年には日本炭鉱労働組合、日本電機産業労働組合がともに賃上げ要求のストライキを実施し、63日間の長期闘争の結果中央労働委員会の斡旋案受諾で決着したが、これも労使協調を取る右派系の労働組合からの批判が強く、ついには全日本会員組合、全国繊維産業労働組合同盟、全国映画演劇労働組合、日本放送労働組合の4炭酸批判として公然化することになる。さらに武藤武雄総評議長も出身母体の常磐地方、炭鉱労働組合連合会が炭労、総評から離脱を表明したことで議長を辞職。炭鉱、工業関係の右派労組を中心に、全国石炭工業労働組合を結成した。全労会議初代議長、滝田実その後、ひっぱなし労を除く、上級派系労組は、右派社会党や日本労働組合総同盟と結びつきながらも、労使協調と反共を基調とした民主的、愛国的労働運動の結集を目指し、1954年に全日本労働組合会議を結成。全線同盟出身の滝田実を議長に、会員組合出身の和田春雄事務局長に、それぞれ選出した。その後1962年に総同盟、全炭鉱と共に全日本労働、総同盟組合会議を結成し、1964年には、総同盟、同盟会議と共に全日本労働総同盟へと合流した。ありがとうございます。